リート応援番組アスラジー始まるよ。イエーイ。なぎさに決めた恋は今でも忘れないよ。涙が溢れ出し心焦がした、あの瞬間街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げると逆に青すぎる、そんな時にはやつはいないよ。こんにちは。時刻は15時を回りました。 C-WAVE アスリート応援番組のアスラジー。番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原志保です。よろしくお願いします。そして、今日は11月の9日です。アスラジアシスタントのゆきこと石川幸宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月の9日です。11月が9日ですね。はい、失礼いたしました。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私3日前に6日でついに24歳に、はい、なりました。周りにみんなに言われるんですが、若いって言われる最後の年だよとすごい言われますね。だから楽しみなとすごいこうアドバイスをいただきます。わかりました。あ、ゆっきーさんいつでしたっけ。僕21日か、はい、もうちょっとですね。再来週の月曜日ですね。月曜日か。はい、月曜日なんです。半端です。半端じゃないですよ。週の始まりでいいじゃないですか。うん、何もイベントのない曜日。うん、アスラジもないし、確かに野球があるわけでもないし、そうなんだ、普通の日。私も、はい、特に何もなく普通に仕事に行って、その日はちょっと会社の方で講習会をしなきゃいけない日で、まあ、準備をしてたら、はい、社長来ねえなと思ってたら、はい、おパーンって入ってきて、社長ともう一人あの会社のメンバーが、はい、めっちゃお祝いをしてくれて、盛大にケーキも食べさせていただいて、はい、いい誕生日でした。ちなみに誕生日を迎えた時刻0時0分は東京タワーの目の前で過ごさせていただきました。あの人生の先輩がいるんですけれども、はい、その方が、まあ、ビジネスのちょっと先輩みたいな方がいらして、その方がです、ね、そう、なんか東京タワーのバーに連れてってくれて、はい、でちょっと飲んだ後にちょっとじゃあ東京タワー一周してから帰ろうかみたいな感じで、東京タワーに多分その時間にねちゃんと来るようにね、そう、恋人のいない私に気を使ってくださったようで。曲変更する？お、あれそんなエピソード来るんだったら曲あの曲にしとくべきだったの。え、どの曲ですか。あノアさんの今いてね、東京タワー。あ、東京タワーね。いや、なんかあ、いいですね、それ聞きたいな、それでお聞きくださいみたいな、そんな流れだったから。あ、そんなつもりじゃなかったですけど。そんなあれではない。あれ、いいですか。あ、無理だったら大丈夫なんです。じゃあ伸ばしましょう。はい、まあ、今週何かございましたか。今週ですね、まあ、日曜日、はい、練習があったんですけども、はいはい、カメラマンの方が来てくれたんですね。お、女子野球の、はい、あのこの間の子ですか。違います。あれは選手ですから。あ、そうですよね、はい、カメラマンのもう男性の方がお越しくださりまして、はい、もうバシャバシャ撮ってください。おー、いいですね。後で見せてください、はい、ユニフォームがね、できたんですもんね。ユニフォーム、そうですね、できましたけど、はい、うん、あまりこの笑いはちょっといろいろあって、いろいろあって後でじっくり聞かせてくださいね。はい、はい、で、そう、カメラマンが来てくれたんですよ、はいはい、あ、来てくれたんですね、はい、で、みんなすごい
喜んでくれまして、あの女の子だった、はい、おお、よかったですね。すごいなんかいい写真ばっか後々こうもらったんですよ、Facebookで、はい、はいはい、うん、出来が良かったですか。もうみんなカメラ目線だった。おでも集中してるところもあるし、はいはい、みんなイエーイとかやってるところもあるし、あ、いいですね。でまた綺麗でな、はい、なんですか、画質、あー、そうですよね。もうあまりね、自分がこうバシャバシャ撮ってると練習ができないんで。そうですよね、なかなか撮ってあげれませんもんね、はい、グラウンド上で、まあ、仲のいい2人が綺麗な画質で、はい、イエーイってやってるのは、あー、いいですね。これお気に入りとか言ってた。かわいい、やっぱ女子だな。女子ですね。ねえ、もうその辺が良かったなと。そっか、ちょっと後でそれ全部見たいです、はい、で、カメラが欲しいと思いました。あー、やりたくなりますよね、お父さんのじゃなくてね。そうですね、こないだから言ってますもんね。こないだの大会だと親父の借りまして、はいはい、キャノンでしたね。確かキャノン、はい、をまあもうちょっと値段僕らからね、どうぞ下げてください。そうですね、でも中古でも結構いいの、うん、今売ってますから ね、まあ、ね、デジカメとか、まあ、デジカメもすごいですけどね、スマホもやっぱ一眼がね、やっぱそう欲しいですよね。全然違うなと思って。違う、家の猫撮った時の画質全然違うわ。違う、変わりますよ。でもうちの会社の子が一眼使ってて、はいはい、携帯がギャラクシーなのかな、はいはいはい、うん、そんなに変わらないって言ってましたよ。ギャラクシーはやっぱすごい、確かに綺麗、うん、らしいですね。けど、あー、でもな、でも気持ち的にやっぱなんかあれで撮るとね、そういいですよね。まあね、あの遠目からでも撮れるとか、あーは、ね、ズームできるしね、レンズ変えるだけで結構ね、でかい。そうですね、ね、友達との取り合いだったら別にスマホはすごいですけど、うんうん、なんかちょっとスポーツとか特にね。じゃあ今度一眼買ったら私も撮ってもらいたいと思います。あ、はい、嫌そうだな。はい、本日のアスリート応援番組アスラジは前半は久しぶりになりますね、はい、最近のスポーツニュースを読み解くスポ読みのコーナーと、後半はこちらもお久しぶりにユキのベースボールクエスチョンをお届けいたしますので、はい、50分間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを受け付けております。はい、番組への応援質問メッセージはこちらの番組メールアドレスよりお送りください。メールアドレスは senju@cwave.jp senju@cwave.jp です。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしています。お待ちしております。はい、はい、本日1曲目に回りたいんですけれども、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、無理を言ってしまいましたが、はい、はい、1曲目に参りましょう。はい、ノアで東京タワー。
家族が増えたなら一緒に見せてあげたい僕らの最初の場所たくさんの時間を重ねてゆきましょうこれからも少しずつ僕に君のことを教えてよ君だけを探していたよこの高い東京タワーの上から君のそばで生きてゆきたいいつまでも東京タワーの見える場所でしていたよあの高い東京タワーの上から昼間の景色も夜空の星もいつまでも僕らを見守ってくれてる君だけを探していたよこの高い東京探していたよこの高い東京タワーの上から ノアで東京タワーでしたありがとうございました、はい、聞かせていただきましたそうです、ね、ちょっと東京タワーつながりでねそれではお聞きくださいみたいなくらいになっちゃいましたそうですねいや東京タワー私スカイツリー東京タワーの方が好きでスカイツリーまだ行ったことないんですよね、はい、僕私逆に東京タワーに登ったことがないあスカイツリー透明で錦糸町住んでたの で東京タワーに登った記憶はあまりないな私も登ったこと一回もない東京タワーは近くで見ても、うん、暖かい光が変わらないから、うん、すごい好き、うん、どうしましたどうしましたなんかちょっとしんみりしましたなんか曲の終わり方なんか、うん、すごいドラマの、最終回のワンシーンみたいな言葉が出ましたけどおーおーありがとうございますあの暖かい光がとても好きなんて本当に思いませんかまあなんていうんですかビルの中にあの赤いね塔が目立つっていうんですかね暖かいじゃないですか、うん、色が、うんうん、でもこの間なんかピンクと水色のに光っててああ夜はそうですよねライトアップがね微妙な感じで気づいたらまたオレンジに戻ってたんですけど、はい、私が誕生日を迎える瞬間オレンジだったんですおまあでも綺麗でしたねスカイツリーとかもねスカイツリーもね透明見るとやっぱ綺麗なんですけど大きいなとしかやっぱ思えないお昼はお昼はねお昼はね
鉄骨の塊って感じがして、そうなんだこれはっていうぐらい近未来すぎて、うん、ちょっとついていけてない、うん、なんか多分ちょっとどっちかっていうとあのこう古き良き日本みたいな、またあのねあの辺はまだ古い家屋っていうんですか、多いから、ね、建物が低いからまた目立つっていうんですか、そうですね、それはあるかも、あれが新宿池袋にあったら目立たないなあ埋もれちゃいそうだな、ちょっと大きいねぐらいであそこ一番高いねーってなっちゃいそう、この辺から見るとなんであれはとしか思えないそうですね、ゴジラが来たんじゃないかっていうぐらいのゴジラ例えがすごい男の子だなやっぱりゴジラ見たいんです、ゴジラね、まだやってるのかな、まだやってんじゃないですか、あら、はい、私も見たい、面白いらしいですけど、ね、面白いですよね、見たことないけどまだ見てない、はい、はい、改めまして本日のアスリート応援番組アスラジは、はい、前半はこのコーナーから参りましょう、あじゃあその前にごめんなさい、はい、そうカメラマンのくだりごめんなさい、さっき言いたくて、はいはい、言えなかったことあったんだ、はい、何ですか、そう年齢の話あったじゃないですか、はいはい、僕も野球界で、まあ、24なんての監督なんて若年層なので、はい、あそうですよね、イメージと全然違うって言われました、あそっか監督だからもっと年上だと思われてる、もっと年上で身長高くてガッチガチのおじさんが来るんじゃないかって向こうの人が思ってて、こんなのが来ちゃってあーみたいな、そうなんだ、そうお互い最初待ち合わせで目あったのにお互いにうんみたいな、あーちょっとこの方かなみたいな、そう向こうはこの違うんだろうなみたいな、まあそうですよね、選手かなみたいなね、そう違うなんか草野球の待ち合わせか何かかなって思われてた、そっかそっか、そうですよね、ちょっとがっちりしたいなって思いました、がっちりしたい、まず見た目からこう野球すごいやってますよ感をね、そっかそっか、なんかちょっと今監督だぜ感をね、ドラえもん感がすごいんで、ドラえもん、はい、うん、ちょっと何も言わないでおきます、はいはい、ダイエット頑張りましょう、はい、あと年齢の話でした、年齢の話でした、はい、はい、改めましてひどい、はい、前半はこのコーナーから参りましょう、はい、最近のスポーツニュースを読み解くスポ読み、スポ読み、イエイ、久々ですね、はい、とってもとっても久しぶりです、はい、はいはい、このコーナーは、はい、最近話題となっているスポーツニュースや、はい、気になったスポーツニュースを出演者たちで討論していくコーナーです、イエーイ、イエーイ、なになにこのノリどうしたのゆきさんちょっとおかしくなっちゃったよちょっと走ってきたね、走ってきた、はい、ちょっとね、アスリート徘徊そうですね、今日はいろいろありましたからね、はいはい、スポ読みですよ、はい、ユッキーさんの一押しのスポーツニュースは何ですか、スポーツニュースって言っていいのかな、何でしょう、ではでなんかまあニュースっていうかもうこれもう予告みたい、予告告知みたいになっちゃうんですけどごめんなさい、はい、井岡一翔とボクシングですね、はいはい、大晦日防衛戦を発表、おー、9歳年下にを相手にレッスンをしようかな、かっこいいですね、ボクシング史上最速3階級制覇王者で、はい、WBA 世界フライ級王チャンピオンの、井岡一翔選手27歳が、はい、9日、ごめんなさい、大阪市内で会見し、大晦日に島津アリーナ京都で同級、1位のスタンプ・キャットニワット18歳タイの選手を相手に4度目の防衛戦を行うことを発表、スタンプは、暫定王者で王者統一戦となります、はい、6年連続大晦日戦となる王者の戦績は20勝1敗 12KO、 20勝のうち 12KO と、すごい、はい、ほぼほぼ、迎え撃つスタンプ選手は15戦15勝 6KO、 おー、はい、負けなし、負けなし、タイの18歳のホープと、18歳、はい、すごいな、タイの史上最年少で17歳で世界王座を獲得した伸び盛りの挑戦者が相手となります、お、はい、すごいですね、すごいですね、暑いな、6年連続大晦日っていうのも暑いですね、確かにかっこいいですね、はい、いやでもまたね盛り上がりますね、そうですね、大晦日もう 近いんですね、大晦日、そんな話題になっちゃうんですね、もう1ヶ月半ぐらいですよ、はい、あっという間、大晦日何 見てますか、いつも、逆に見てないです、全部録画して友達と遊んでます、あーいいですね、私も確かにそうかも、部屋でゲームしてます、
あ、友達とね。友達と。で、後からテレビが見る。そう、後から家族と見るみたいな。あ、そういうのいいな。私もあんま、はい、実家にいる頃はなんかいつも紅白とか、うん、まあそういうプロレス系とかなんかちょいちょい見てたけど、はい、一人暮らししてから大体誰かと年越しして、うん、みたいな飲み会してるとか。飲み会してね。ですね。飲んだくれだと思われちゃう。飲んだくれではなくて、うんうんうん、飲んだくれではないですか、うん、一応え、お酒は好きですけど。お酒は好きで。そんなに飲まないですよ。中毒にはなってないので、手プルプルしてないです。大丈夫、大丈夫。あ、よかった、よかった。はい、まだ大丈夫です。はい、大晦日、井岡選手ねえ、はい、注目ですね。注目ですね。ちょっとこの、こういう番組やってる以上、スポーツ、大晦日スポーツ見ないとねえ。ボクシングと K1 とかね、やってますから ね。そうですね、はい、盛り上がりますね。駅伝もその後やりますしね。駅伝、あ、そうそうそう、駅伝も熱いですよね。あと、高校サッカーですよ。あ、休んでらんないな。忙しいな。はい、チェックすることいっぱい。楽しいですね。盛りだくさんですね。逆にこの時期ちょっと少ないかなって。あ、今がね、はい、今月がね、まあ野球とか、はいはい、夏のスポーツ全部終わって、うんうん、なんて言うんでしょう、冬のスポーツ始まるにもまだちょっと早いし、始まったばかりでまだ見どころあまりいないしみたいな。うん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 、まだちょっとってところだし。そうです ね。こう入れ替わりの時期というか、その辺ね、もうでもクリスマスあたりからドーンと。いや、いいですね。いいですね。今年も楽しい年越しが、はい、できそうですね。ウィンタースポーツ見ていきましょう。ウィンタースポーツね、はい、いろいろ楽しいウィンタースポーツが多いですからね。はい、はい、いや、しほさんはなんか、はい、私もなんかちょっとどっちかっていうと、あの告知みたいな感じだけど、はい、ロッテ売り子アイドルファン感謝デーでライブ決定。およよ、売り子のアイドル、売り子のアイドル、11月23日がロッテのファン感謝デーなんですね。そうですね、 NPB 全球団。そうですね。で、そのスーパーマリンフェスタ2016で、うん、球界初の売り子アイドルグループ、マリーンズ乾杯ガールズっていう6人の、はい、あのまあ、アイドルグループがありまして、はい、そちらがグランド内の特設ステージでウェルカムライブを10時20分頃から行うと発表したそうです。ステージではデビュー曲、うん、乾杯娘、セカンドシングルの新曲乾杯応援歌を熱唱する予定です。ーリーダーの今井さやかさんは、スーパーマリンフェスタ2016にてステージライブをさせていただくことが決まりました。とても嬉しいです。メンバー6人張り切って一生懸命歌いますので、ぜひ見てくださいと張り切っていたそうです。いや、なんか写真見たんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。お、すっごいスタイル良くて、ま、あら、え、これが野球、え、売り子のアイドルさん、売り子アイドルさんだそうですね、この方がこの今井さやかさんですね。ちょっと見せられないんで。やだ、ドキドキしちゃってる。いや、すごい美人さんじゃないですか。ググってください。で、ほんとググってください。こんなね、そのファン感謝デーで絶対まず盛り上がるじゃないですか。さらにそこで可愛いアイドルが歌ってくれる。ロッテさんすごいですね。ロッテさんさすがですね。すごいですね。やっぱりイケメンもいるしね。イケメンもいるし、美女もいるし、はい、最高ですね。いいなちなみに、はい、見に行かれるんですか。そのご予定はない。23日ですか。はい、私ここにいますよ。あ、そうだった、23祝日だすいませんでした。あ、逆に携帯持って行くっていうのもありですかね。あ、チェックしてくださってもいいですよね。はい、僕がヤクルトファンであることを多分薄れていると思うんで。そうですね、はい、あれですよ、この間伝来の時使わせていただいたんですけど、はい、セルカ帽にマイクがついたやつがあるんですよ、はい、セルカ棒ってあるじゃないですか、はい、こうやって自撮りするやつ、ね、まあ、自撮り棒ってやつ、あれのこの先にマイクがついたのがあって、はい、だから、あ、じゃあこう話しながら、そう、話しながらこうやって撮れるんですよ。だからリポートしてくださっても、なるほど、大丈夫です。ワイトゥーワイトね、一緒に球団に許可を取れれば確かにそうですね、ちょっと急すぎますね。だってフジテレビさんとかも来ちゃうんでね。確かに大手が来ちゃうんでね。大手さんがねいらっしゃいますから、はい、いろいろ大変なことになりそうですが。そうなんです。はい、はい、そんな感じです。では野球つながりで、はい、日本ハムドラフト6位山口入団拒否と。お、拒否、はい、履正社の高校の投手で社会人野球、はい、
プロ野球ドラフト会議で日本ハムから6位指名を受けた大阪履正社高校山口裕次郎投手18歳が、はい、9日入団を断りました。大阪府内の同校グラウンドを訪れたスカウトに社会人野球に進む意向を伝えました。交渉を終えた日本ハムの大渕スカウトディレクターは本人の意思が非常に固く、これ以上の交渉は断念すべきだと判断と説明。山口投手はいろいろな話をしていただき悩みに悩みましたが、もっと上位で指名される選手になりたい、はい、社会人野球で頑張りたいと話しました。山口選手は、ドラフト前4位以下の指名であれば、社会人野球に進む意向を各球団に示していました。ドラフトで、支配下指名された選手が入団を拒否するのは2011年に日本ハムから1位指名をされた東海大学の、菅野智之投手、現在巨人にいらっしゃいますね。それ以来となります。すごいかっこいいです ね、高みを目指してね。そうですね、こう選ばれたなんていうんですか、順位にこだわる選手とか、はいはい、俺がなんでこんな順位なんだって思う人もいるんで。いやでもそういう気持ちって大事ですよね、なんかこう自分の価値をきちんと定めて ね、そうですね、最初スタートラインっていうのもね、結構高みにね置いておきたいですし。そうですね、ただまあなんだろうな、どっちも大事だと思うんですよ、何でもアグレッシブにこうやっていく選手もきっと大事だし、でもある程度きっとやってったらね、自分はこのラインだっていうのを見定めないといけない。また生々しい話になると、はい、なん順位で1年目の年俸っていうんですか、あ変わったりもしますからね。変わりますよね、契約金とかも。 その辺もまあ現実的に考えているのか、ただただ俺をすごい何ですか、俺をすごい順位にするんだって思っているのか、それとも球団が嫌だったのか分からないですけど。いやでもまあ自分のレベル的に、ね、そうですね、もっと上を、まあでももともとどのチームでも4位以下なら行かないって言ってたんですから。そうですよね、かっこいいな。自分を曲げなかったことにね、この18歳の経緯をね。18歳で、はい、高校生でそこまで。18歳何してたかな。友達イエーイウェーイ18歳って高 3？ 高3、この子、そうですね、高校3年生ですが、高3はアイドルやってましたね。アイドルやってたんですか。はい、結構たまに引かれますけど、高3はアイドルやってましたね。アイドルやってたんですか。やっぱ引きます、結構よく引かれるんですよ、ね、何の話と思ってる。いや、高3何してたかなと思って。おー、テレビで。あ、全然。マイク置いてたんですか。マイク置いてた。マイク、あ、何でもないですはい、はい、まあかっこいいです、ね、ハム6位山口選手入団拒否という、はい、まあ、今後の流れが気になりますね。はい、どこに所属するのか。そうですね、2年後から楽しみですね。楽しみですね。はい、はい、では続いてまいりましょう。はい、次サッカーの話題にします。はい、本田圭佑に中国移籍報道、復帰と同僚にミランで出場機会の減少に悩む、はい、MF 本田圭佑に中国スーパーリーグへの移籍報道がされています。イタリアの新聞では上海が獲得に興味を示していると伝えています。はい、ミランは今季より指揮するヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の下で8勝1分3敗3位と好成績を残していますが、本田自身はここまで3試合の出場にとどまるなどベンチを温め続けています。現地では移籍金が200万ユーロ、日本円にして2億3000万円、すごいな、すごいなに引き下げられたと報じるなど、契約が切れる2017年6月を前の放出も現実味を帯びてきています。はい、上海上空は今季ブラジル代表FW 復帰を6000万ドル、日本円にして60億円で獲得するなど大型補強を敢行したが、リーグ3位で優勝を逃しました。先日は元イングランド代表監督のスベン・ゴラン・エリクソン氏を解任し、元チェルシー監督のアンドレ・ビラス・ボアス氏の監督賞
を発表、はい、打倒公衆高台を目論んでいます。はい、イングランドやスペインのクラブへの移籍を目指すと伝えられる本田ですが、はい、金銭面ではやはり中国は上回ると見られています。中国からの正式オファーが届いた場合、日本代表のエースはどのような判断を下すのでしょうか。うん、なるほど。下がってその金額ってところに私は一番驚きましたけどね。まあそうですね、まあもうトップアスリートの世界じゃまあまあよくあることです。そっか、はい、すごいな。中国かね、中国。まあなんだろう、イメージ的にはやっぱ、はい、まあね、ミランで頑張ってる本田選手からしたら、はい、レベルは相当下がるのではないかと思いますけどね。どうなんですかね。そうですよね、元がミランですから ね、ヨーロッパでの方で活躍している選手からしたら、うん、アジアなんてまだまだ発展途上っていうんですか。そうですよね、うん、まあ、もちろんね、そのレベル的にすごい高い個人プレイヤーとかもいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、はい、やっぱり総合的に見たときにどうしても本場がまだ、ね、うん、勝ってるでしょうから。で、本田選手なんて、まあ、ストイックな選手だから。そうですね、お金ではなくレベルをまず第一に考えて、うんうんうん、出れないんだったらもうね、勝ち取りに行くような選手だとはイメージであるんで。そうですよね、すごい男気あふれる、うん、刀イメージが出れるからといって周りのレベルを下げてまでっていうイメージはないなって思うので、向こうにどうなるんだろう。まあでもまだね、正式オファーが来てるわけではなくて、まだちょっとね、こうそういう報道がされてるに調査をしているという段階ですから、まだまだですけど、まだどうなるか分かりませんけど、ちょっと注目したいニュースですね。はいはい、ごめんなさい、サッカーで。じゃあ最後、ユッキーさん、はいはい、悲劇が。悲劇が、はい、どうしましたか。主審の退場、はい、主審が退場を命じた選手に頭突きをされ死亡と、メキシコで起きた事件が、メキシコのアマチュアリーグでレフリーによりレッドカードを、掲示された選手が、はいはい、報復行為によりピッチ上で、まあ、頭突きをしで殺害に至ってしまうという衝撃的な事件が起きました、メキシコの、まあ、地元の記事によりますと、現地時間の、午前10時半にキックオフされたメキシコのアマチュアリーグカナリオス・トホ・ゴメス対リンダ・ビスタの試合で、ビクトール・トレホ主審がカナリオスの選手に、まあ、レッドカードを掲示しましたが、それに逆上したその選手が、主審に頭突きをお見舞い、トレホ主審は崩れ落ちたといいます。心肺蘇生処置の甲斐なくトレホ主審はそのまま息を引き取りました。その、まあ、行ってしまった選手は競技場から逃げ出そうとしたものの、駆けつけた警察官により逮捕されたと言います。はい、うわ、ちょっと悲劇が、いや悲劇すぎますね、はい、怖いですね、怖い、うん、なんとそんなこともあるんですね。はい、まあね、躍上して頭突きはちょっと、いつだ、あのワールドカップジダン選手がやっちゃったのが目に残りますけど、やっぱね、こう戦って熱くなってますよね、うん、お互いに熱くなって、ね、なんで俺がレッドカードなんだっていうのと、向こうもね、お前は危険なことをしたんだっていうことを示さなきゃいけないので、引くに引けないですからね、お互いに。そうだけど殺しちゃダメですね。まあそうですね、怖いですね。そんなまずはまあ審判の言うことには従いましょう、日本の皆さんは、ね、本当に、はい、審判が絶対ですから ね、やっぱこうオリンピックとか見てても、たまにこう、え、なんでそうなるのって思って、ミスはありますけど、そうそう、審判がいてこそですので、それでも逆上はしちゃいけないですね、審判に敬意を払って、そうですね、楽しいスポーツを楽しみましょう、そうしましょう、というしかもうこれはありません。はい、はい、はい、というわけで、スポ読みでした。スポ読みのコーナーでした。はい、それではここで本日、あ、いえ、ごめんなさい、そのまま、
ベースボールクエスチョン行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。はい、はい、ではここからはこちらのコーナーです。ーですニッキーのベースボールクエスチョン、はい、イエスイエーイイエス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 に入れちゃってる。はい、はい、どういったコーナーですか。このコーナーはニッキーが、まあ、野球にあまり詳しくない方々のために、はいはい、野球のルールをクイズ形式で簡単に解説こう説明していくコーナーです。はい、楽しみだ。はい、では早速です。第1問です。こいや、ランナー1塁にいます。ランナーが1塁にいる、はい、ノーアウトです。ノーアウト、ノーアウト、ランナー1塁です。はい、バッターの打った打球が守っている2塁手の正面に転がりました。はい、しかし走ってきたランナーに打球が当たってセンター方向に転がっていきました。はい、この場合どうなるでしょうか。1、センター前ヒットになる。2、なかったことになり直前からもう一度プレーが再開される。はい、3、ランナーがアウトになる。1、センター前ヒットで。ファイナルアンサー、待ってください。セーフ。一塁にランナーがいる。はい。ノーアウト。ノーアウトランナー一塁。ノーアウトの打った打球が二塁手の正面に飛びました。打ったら二塁手の正面に飛びました。正面に飛んだ。でも二塁手が取る前にランナーが蹴っ飛ばしてしまいました。わざとではありません。当たっちゃった。走ってきたのでそのまま足が当たってしまいました。どうなるでしょう。あ、そっか。ランナーに当たっちゃった。はい。3、2、1。はい、2がなかったことになる。もう一度プレイ。3番、ランナーがアウトになる。はい、正解。わったー。2回目でしたけど。はい、まあ正解3のランナーがアウトになります。はい、ありになります。うわ、そんな悲劇だな。はい、それはどんな場合でもフェアグラウンド内の打球に接触したランナーがアウトになります。はい、じゃあ避けなきゃいけないんだ。そうです。だからそっか、飛んで避けてる人いる。うん、そういうことなんだ。そうです、絶対に当たってはいけません。へー、ファールゾーンで当たった場合はファールになります。あー、もうファールだから三塁ランナーにいる場合はリードをしてるとき、みんなファールゾーンに連れます。あー、そういうことか。そうすればね、もし当たっちゃっても引っ張った打球は速いのでそこにいないと避けられない可能性があります。そうなんだ。でも危険ですよね。そうですね、当たっちゃったら結構痛いですし。よくありますよ、プロ野球でも。そうなんだ。ヒットエンドランって言ってランナーがまあ盗塁のあれはしますよね。はいはい、走り出してそれを打ってそのランナーをまあ一個でも前の塁進めるためにその作戦を取るときありますが、まあその時ランナー見てないんですね、走ってるから。ああ、そうですよね。それにたまたま当たってポーンなんてなって、うわってなる。終了ってことですか。その時点でタイムってかかってランナーはアウト。でこの場合下手すれば正面にいたので転がりました。はいはいはい、もしランナーがわざと蹴っ飛ばしていたらダブルプレーになります。ダブルプレー、はい、俺だけがアウトになればいいんだって思って蹴っ飛ばした場合、守備側からしたらあのバッターランナーだってアウトにできてダブルプレーを取れたはずなんだ。それで審判がそれもそうだね、じゃあランナーもアウトにしようと。そういうケースもあります。そうなんだ。だからお前らもうアウトだ、帰れ、そう帰れアウトだ、帰れ帰れ、そうそうなんだっていう可能性もあり、キャー恐ろしいっていう怖いランナーの方は気をつけてください。ね、怪我しますしね、当たったらね、やっぱ ね痛いしね、痛いしアウトになるし、アウトになるし、いいことは何もありません。はい、では第2問、はい、同じケースです。ランナー1塁、ランナー1塁ノーアウトです。ノーアウト、はい、今度は審判に当たってしまいました。打った球が審判に当たってしまいました。さてこの場合どうなるでしょう。1、審判の判断でプレー続行。はい、2、直前からもう一度。3、審判退場。1、審判の判断でプレー続行。はい、はい、簡単ですね。マリオちょっと兄さんもふざけすぎたかな。ちょっとこれはさすがにね、はいはい、そこまでバカじゃないよ。細かく言いますと審判の打球が当たった位置で判定が変わります。あ、そうなんだ。はい、例えば内野手の後方もしくはファール地域にいる審判に当たった場合は、はい、そのままインプレー、まあ、プレー続行と、はいはい、っていうことになります。
で、内野手の前方に位置する審判に当たった場合はボールデッド、タイムとなり、打者に一塁が与えられます。お、はい。まあ、他の走者は基本的に元の一塁、元の塁に戻されますが、打者が一塁に与えられたことにより、まあ、一塁ランナー、この場合一塁ランナーいましたので二塁に与えられ、押し出されます。お、記録はヒットとなります。そうなんだ、はい、へー、まあ、いろいろあるんですね。そうですね、もうランナー強い打球打つんで、ランナーごめんなさい、バッターが、バッターがね、内野手たちがすごい交代守備っていうんですか、うん、下がった守備を取った場合、審判はまあ位置は決まってるんですね。あ、基本的に決まってるんだ。それなりの、まあ、位置はありますけど、うんうん、基本的に決まっていて、三塁ランナーが審判より後ろにいた場合、うん、三塁手がとかがね、はいはいはい、それでまあ当たってしまった場合は、まあ、ボールデッドと、ヒットとなります。まず逆に前進守備もあります。前進、はい、守備側がね、うーん、バックホームを取りたくて、うん、ホームでアウトを取りたくて、うん、まあ、みんな内野手は前進前に守るんです。あ、はいはいはい、それによって審判がはるか後ろに守られる可能性があります。そういう時もある。はい、でも審判さん結構当たってますからね。そうですね、この前もありましたね、バッターの後ろにいる、こうやって立って審判さん、あれはまあもともとファールになるんですけど。そうですよね、痛いですよ、怖いですよ。いや絶対怖いと思った。もうあれが一番怖い。だって半袖でここら辺にパーンって当たって、うん、だってここ絶対赤くなるじゃん。もう、うん、もう赤くなるぐらいだったらいいですよね。ひどいですよね。下手すらここに当たったら骨折ですからね。え、骨折しちゃうんだ。あ、しますよ、しますよ、もちろん。やばー、そうなんだ。プロ野球なんて日常茶飯事ですよ。バッターの命がけ構えてるじゃないですか。はいはい、あ、ピッチャー投げた球がここに当たります。もう速攻れますよ。大きい、そうなんだ。そのまま退場、シーズン離脱と。へー、で、まあもう報復行為のが行われる可能性もありますし、主力選手を怪我させやがったな、じゃあお前のところも、そういうのもあるんだ、はい、ちょっとね、大人の駆け引きみたいな、まあ、いろいろありますよね、はい、わざと当たる場合もありますからね、本当に。次の聞きたくない次の打席を抑えるためにわざと当てて恐怖心を植えさせるっていう、プロ野球じゃよくあります。そうなんだ、はい、命がけ。もうアマチュアじゃそれはさせちゃいけないですけども、プロはもう勝負が全てで、勝ちが全てですね。そうですよね、はい、お金、大きいお金が動いてますもんね。どんなに1点取られようとチームが勝てばそれでいいんです。怖い、はい、怖い怖い野球のコーナー野球がちょっと怖い部分をね、はい、今日はねこの2問で、はい、はい、いやでも楽しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。またいろいろ教えてください、はい、基本的なルール簡単に説明とか、はい、そうですね、していきますので、よろしくお願いします。はい、以上ユッキーのベースボールクエスチョンでした。ありがとうございました。汚いお話でした、はい、今日ちょっとダークなディープな話がちょっと多い感じでしたが、早くエンディング。まあでもよくあるのでね、これは。そうですね、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございます。はい、そんなこんなで早くもエンディングの時間となってしまいましたが、はい、今週はいかがでしたか。ちょっとね、最初ドタバタしまして。そうですね、今日はちょっといろいろ事故が、ドタバタからちょっと汚い話になりまして汚いというか、ちょっとね、はい、汚れた大人のね、いや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 まあでもね、プロ野球じゃよくあること、それだけみんなね、はい、一生懸命ってことですか。はい、はい、それではここで告知がございます。はい、東京ドリームガールズでは選手の方を募集しております、はい、中学1年生以上の女子であれば、どなたでも経験者であろうと初心者であろうと募集しておりますので、興味のある方はぜひ、ご連絡ください。 Facebook、Twitter、ホームページとありますので、ぜひご連絡をいただければと思います。はい、はい、お待ちします。お待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではしーちゃんも告知させてください。お願いします。しーちゃん先月ライブさせていただいたのですが、今月もライブが決定いたしました。今月は11月の25日金曜日、はい、今月の最後の金曜日にまた四ツ谷ロータスという四ツ谷にあるライブハウスさんでやらせていただきます、うん、今回もあの
ガッキーさんというね、はい、凄腕 MC さんの主催というか、はい、まあ、その方がやってるガキの使いじゃあらへんでっていう、ちょっと某番組に名前が似てるようなそろそろイベント名で、そろそろなんかこちらの情報があるんじゃないですか、今年も。あ、そうですね、そういう時期ですね、はい、笑っちゃいけないなんとかっていうのがねそういったイベントにてまた歌わせていただきます、はい、今回はソロでも歌うんですが、はい、ちょっとまあアイドルをやってることね、はい、ユニットを組むことになりまして、まあ、ちょっとアイドルらしからぬしーちゃんがアイドルらしい女の子と、でも先輩アイドルなんですよね、先輩アイドルでございます、ね、先輩アイドルと、はい、ペーペーアイドルがタッグを組みまして、はい、ジョアというユニット名で、はい、そちらでも歌わせていただきます。なのでちょっとアイドルとしての出演とソロとして、はい、全くアイドルじゃないしーちゃんの2つの顔が1日で見れますよ。よっちょっとね、アイドルっていうと結構私惹かれるようなキャラクターなので、はい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 って言われたよフォローしてほしかったんだけどな。はい、そんなことないよめっちゃ棒読みそんなことないよ。いや、まあアイドルらしからぬしーちゃんですが、アイドルとして一生懸命歌いますので、そんなことないよ、しつこいなゆっくさんしつこいないや、まあいいんです、私はそういうキャラで行くんです。そんなことないよもういいよ、分かったよ、アイドルっぽくないの分かったよそんなことないよもういいはいはい、のでよかったらいらしてください。詳細はしーちゃんのツイッター、インスタ、フェイスブック、その他もろもろブログなどでも随時ご報告していきますので、はい、よかったらしーちゃんのゆるゆると検索していただくと出ますので、うん、あとひらがなで栗原志保と検索していただいても、ひらがなで、ひらがなで、はい、漢字より楽ちんですね。なるほど、はい、栗原志保と検索していただくと出ますので、はい、よかったらぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そして、はい、あと次の金曜日11日千葉県の、はい、市原市ですね、ジェットエイボールパークの近くにある千原台という地域で、はい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 、ユニモというねショッピングモールがあるんです。はいはいはい、昔私はその辺りに住んでいたんですが、そちらでカプコンさんのイベントがございまして、うん、そちらでちょっと出させていただくことになりまして、1時頃からかな、仮装しますか。あ、仮装、仮装しない、仮装しないな。このカプコンさん、ゲームのね、はい、会社さんですが、ロックマンとかね、モンスターハンターが ね大好きです。カプコンさん の, はい、野球の、はい、あ、来ます、ベースボールの、ベースボールじゃない、野球の、はい、バッティングセンターの新しい最新の機械の、行ってよ、来てよ、大丈夫、まだ枠空いてる。マジか、ちょっと一緒に体験できるのでね、よかったら、今言う、あとでちょっとお話しましょう、はい、はい、よかったらなんかそういうのも出ますので、はい、千葉県にお住まいの皆さん、地元民しーちゃんが出ますのでよかったら笑っちゃった今見にいらしてください。はい、あれ、それはあれ、ショッピングモールの中で、ショッピングモールの中で結構大きいゲーセンがあるんで、多分そこかな、近くにあれスポーツデポとかあります、あ、あったかも、なんか行ったことあるかもしれない。お、はい、まあ、大会の準備でよかったら、はい、はい、しーちゃんのゆるゆるで検索してください。はい、はい、それでは皆さんとお会いするのはまた来週となります。11月の、16日の15時、はい、3時にこの番組でお会いしましょう、はい、お送りしたのは番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原志保と、アシスタントのゆっきーこと石川幸寛でした。はい、この番組はジャパンスポーツコミュニケーションズ、地報道エージェント株式会社、有限会社一蘭経営サポート、ルーツベースボールアカデミー、ヒーローズスポーツコミュニティ株式会社、真剣野球塾、ホーリーブランカ、トレジャートレーディング株式会社、株式会社宮坂紀章、加藤電機株式会社、ステップ系スポーツ、吉岡クリニック、トトロ整骨院、日本野球指導者協会の提供でお送りしました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと安全に安パイを取りました。そうですね、きちっと今日は言えましたね。はい、はい、それでは皆さん、また来週です。さようなら。